バレてるけど。何を？キャス見えるから大丈夫だよ。じゃあ今夜もよろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、リッカリクーです。あとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。噛み合ってないっていうね。なんかめちゃくちゃ今焦ったんですけど、ヘッドホン聞こえてなくて。ああ、なるほど。はい、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、お久しぶりですね、陸海空さん。はい、お久しぶりです。もうちょっとマイク近づいた方がいいな。はい、今日ね、仕事帰りにね、そのまま来てもらいました。なんか最近どう？仕事は、仕事はまた部署が変わって、うん、まだ1週間も経ってないので、はい、ちょっと手こずってるかな。手こずってるんかい。けどもう2日ぐらいでナンバーはなりましたね。お、そりゃ人気は。そう、いいんじゃん。はい、いいんじゃん。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .satchiatmarkgmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲はゆずで夏色です。どうぞ。ここ持ってきたら、こちらへん持ってきたら。本当危険物だよ。危険物じゃないし。いやー、焦りましたね。全く音聞こえなくて。なぜかボリュームがゼロになってる。あら。ミートンダーねーってヤンポーさん。今日はミートンダーできましたよ。危険物。隣にいるのはって沖縄大好きさんが、はい、サッチーの旦那です。よ、後で見せていい？ LINE のやつ。あ、いいよ。どっちがどうなってる？これやばくないですか、キャンさん。おお。なんか懐かしい雰囲気ですね。これリクがやったわけ？リクがやったわけ？子供の？子供の？うん。子供のって結構なあれだね。
って三段シートが重くてからよ、うん、まっすぐ立ってないやつ。僕は改造するよりウィーディーとかにハマってましたね。ああ、自分もマウンテンバイクで100メートルぐらい余裕でやってましたよ。あの、難しいんですよね、自転車の方は。自転車難しい。あの、このちゃんと加速とかを好意でやらないといけないんで。ああ、ま、慣れてきたらウィーディーしながらリアクエティブ。届いたかな、おやんぽうさん、分からんな。はい、じゃあ間もなくでーす。はい。はい。マイクあげまーす。お聞きいただいたのは、ゆずで夏色でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。はい、今週のテーマは、自転車です。というのも、収録している6月3日、はい、3日だよね。はい、3日です。3日。3日は、世界自転車デーっていう風になってるらしいので、そうなんです。なので、このテーマにいたしました。自転車といえば、世界三大スポーツの一つですからね。はい、あ、そうなの今。はい。オリンピック。はい。そして、サッカーのワールドカップ。はい。で、ツールドフランス。ああ、ツールドがあったね。はい。これが世界三大スポーツって言われてるんですよ。おー、うん。日本ではあんまり馴染みないですけど、ツールドフランスってそれぐらい大きい大会なので。ああ、うん、そうなんだ。1ヶ月かけてフランス一周するという大会。わお。わお。ちなみに、リックかイクーさん。はい。自転車で何か思い出ありますか？下り坂で、ブレーキが壊れて、サトウキビ畑に突っ込んだぐらいかな。自転車で、うん、サトウキビ畑に突っ込んだ、うん、サトウキビが、こう、クッションになってくれて。ああ、うん。それで怪我はしなかったと。そう。なるほど。キャンさんは何かあります？僕は大学生まで免許持ってなかったんで、はい。社会人になるまでずっと自転車乗ってたんですよ。おお。うん、なので、歴代の、自転車にはチャーリーという名前を付けて、チャーリー1世から2世、3世、4世、5世。何台あるんですか？ 7 台ぐらいあったと思います。わお。ちなみに初代は四輪車だったんですけど、はい、半年しないうちに妹に壊されて、あら、あの補助輪を外されてすぐ二輪車になりました。ああ。だから幼稚園生から二輪車乗ってます。おお。キャスの方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー、はい。こんばんさっちーって、あれ、お隣にいるのは？はい、旦那でーす。カープボーイさん、さっちーさん、キャンさん、リクカイクーさん、皆さん、こんばんワンワンワン。ワン。今日はなんか少し肌寒いですねーと来てます。確かに今日なんか朝めっちゃ寒かった。ですね。だから、長袖着てた。自分も長袖ですね。ちょっとひんやりしてますよね。ねえ、なんか気温の差が激しいというか。ちょっと服装失敗したかなってちょっと思っている今日この頃でございます。確かに。うん、ヤンポーさん、さっちー、りくかいくーさん、キャンチー、こんばんちー。はい、こんばんちー。今日はミートンだねーって来てますよ。そうですね。そうですね。ヤンポーさんがセカンド用のマイクカバー届いたかねーって来てます。届いてましたかね、キャンさん。まあ多分、それで設置されてると思います。なるほど。カープボーイさん、中学の時に浦添から、琉球村に自転車で行こうって話になった、行ったから、しかも僕の自転車は DMX で行きは良い、帰りは辛いということ、うん、こんなバカなことを考えるようにしようと思ったのであるって来てます。DMX 大変なんですよ。DMX はね。わお、大変だ。カップボーイさん、チャーリー、タマキのレストランかって。タコスですか？沖縄大好きさんが、陸海空さんって。はい。
私の自転車のエピソードって言えば、あれですね、なんだろうな、小学校の低学年ぐらいの時に、私の実家のところ、下り坂とかが結構あって、自転車乗ってたんですよ。友達と一緒だったかな、あの時。乗ってて、あまりに勢いがありすぎて、カーブのところで車が来るってわからんで、危うく事故るところでした。前車輪は車にぶつかってましたね。危ねえ。そう、危ない思い出しかない、私。あとあるのはあれかな。小学校の何年生だ ?4 年生かなぐらいの時に、二声の先輩と、前、合わせにハイパーマートってダイエーがあったの、わかります？はい。あっちに自転車デート行きました。おー。しかもママチャリで。ママチャリ同士。相手は6年生なんでね。うんうん、そうそうそう。メールの方に移りたいと思います。お願いします。ラジオネーム、はい、うどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます、はい。私は最近ヘルメットを購入しました。しかし私の頭が大きいため、私の頭に、合うヘルメットが店頭には置いておらず、取り置きということになり、予約から1週間ほどで手に入れましたと来てますね。まあ、今は最近あれですからね、ヘルメットをしなきゃダメっていう。まあ一応努力義務ではあるんですけど、うん、やっぱやってた方がいいですよ。確かに、危ないしね。基本自転車って車道しか走れないので、はいはいはい。何か事故があった時に、やっぱ転倒して頭ぶつけるってなったら、うんうん。すごい重度な、後遺症残ったりすることがありますね。するする。怖い怖い。では次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。トゥイックルちゃんです。ありがとうございます。テーマ、自転車。小学生ぐらいの頃、家に補助がついている自転車と、補助のない自転車がありました。補助のない自転車は怖くて乗れず、補助がついている自転車に乗った記憶があります。今では自転車乗れなくなりましたと来てます。ああ。って。私、でも、幼稚園ぐらいの時は補助輪つけてたのを記憶にあるな。うん、うん。うん。補助輪つけてた方が安全じゃん、ある意味。まあそうなんですけど、補助輪ついてると細かに効かないんですよね。あ、まあ逆にね。はい。だからちょっといさと避けようとすると大回りになっちゃう。うんうん。でも、あれじゃない？本土の人って大抵自転車乗れそうな感じがする。沖縄の人に比べたら乗れると思います。でしょうね。沖縄の人乗れない人多いって聞きます。あ、逆に？はい。長崎と沖縄がズバ抜けて多いらしいです。乗れない人。おー、坂が多いから？はい。あー。キャスの方でヤンポーさんが、自転車といえば俺が住む地域の海抜80メートルぐらいの場所にある団地から帰る途中で山の中に突っ込んで落ちて、下りの坂を通り越して空き地に、不時着した俺です。なんだそりゃ。生きているのが不思議です。あと二人乗りしたら川に突っ込んで、また落ちて不時着しましたって。怖いね。二人乗り意外と危ないんだよ。今なんか今二人乗りとかなんか今制限かけられてるような気がするんだけど、ね。基本二人乗りってダメなんですけど、子供を乗せる際に補助席を設けてれば三人まで乗れます。あ、そうなの？お母さんが保育園とかの送り迎えするため用とかで、法律改正があって、ちゃんと子供用の補助席がついてれば、二、はいはい、人まで子供を乗せれる。おお、キャスの方で、そういえば今日の朝の番組でヒップーさんが自転車でウィーリーばっかりしてたって話してたのはいつの話って来てます。なんか今日昼間行ってましたね。昼間の。あ、男の子だ、男だったらやっぱ練習はしますね。一回はありますよね、絶対ね。私男勝りだったからウィーリー練習してた。私もウィリーの練習してたよ。
ちなみに僕の愛車なんですけど、はい、こういう自転車です。おお、こんな感じで、すげえすげえ。実はこの自転車購入したきっかけがありまして、はいはい、自分はトレーニングルームの トレーナーっていうか管理人してたんですよ、うんうん、その時にトレーニングルームに来るお客さんたちと仲良くなって、はい、あ、キャンプに自転車乗るんだねって話になって、はい、僕その時クロスバイクってマウンテンバイクみたいな自転車乗ってたんですけど、はい、だったら一緒に名古屋行こうよ。おで、みんな今みたいなロードバイクに乗ってて、そのクロスバイクで名古屋まで行きました。わお。で、帰ってきて、いや、キャン君これだけ乗れるんだったら、ツルドッキー当てた方がいいよって言って、その気になって、エントリーしたんですよ。はい。エントリーしたのはいいんですけど、はい、ツルドッキーって、ロードバイクじゃないと出場できないんですよ。あいたたた。で、急遽買った自転車です。なるほど。そんなルールがあるんだね、また。で、その自転車買って出たんですけど、その出る3日前に、はい、実は最後の練習と思って走ってたら、はい、車に巻き込まれまして、あいやー、事故ったんですけど、あいや、買ったばっかりじゃないですか、はいはいはい、結構いいお値段するんですよ、うんうん、なので僕自転車を代わって肩から突っ込んで、気づいたら自転車抱えて地面に寝てたんですけど、お、僕も自転車も無傷、お、で車はめちゃくちゃドアがべっこりへっこんでて、わお、で向こうの人がもう慌てて、あー、でも急いでるんでちょっと自己処理できなくてって言われて、うんうん、結局保険聞かないですけど大丈夫なんですかって言ったら、いや、これはもううちらの落ち度なんで、で、はいはいはい、結局その場でなしになりました。ああ、本当はダメだとは思うんですけど、まあでも僕自身本当に何も被害なかったんで、まあこれでなんかどうのこうのっていうのも嫌だなと思って。なるほど。はい、カープボーイさんがキャスの方で自転車の覚え方といったら、後ろでお父さんが捕まってって話、話さない話だ、よく言っているうちにその いつの間にか話されているっていう話のやつ定番だよねと来てます。確かに後ろでお父さんとかがね、うん、よく掴んでっていう話はよく聞きますよね。でも今お母さんとかも結構やるんじゃん。うん、うちのお母さんに教えてもらいました。母親がね。うちは母子家庭なので。ああ、なるほど。で、1日っていうか、頑張って1時間ぐらい乗れる。おぉ。2、3回転んだんですけど。あ、そりゃね、もう今日で乗れないと、ね、もうずっと自転車乗れないって思うと。ああ。もう補助輪壊れてるので。戻せないので。ヤンポさん、自転車って自転車、歩行帯があるんじゃなかったかって言って。あれは自転車専用の。自転車専用通行帯。あります、ね、今整備されてる名護ぐらいですね。あ、そうなの、はい、あ、名護には確かにあるね。名護はしっかり整備されてるんですけど、沖縄本島内では結構あまり見かけないと思います。確かに。で、あと、勘違いされてる方も多いんですけど、はいはい、自転車が通るときって、はい、第一通行帯の左側を走りなさい。あ、だけど、路側帯だったら路側帯も走っていいようなんですよ。はいはいはい。だけど、車って路側帯走れって勘違いしてる方多いので、うんうん、結構煽られます。あー、怖いね。路側帯の状態が悪いときはどうしても車道の側を走ったりするんですけど、うんうんうん、嫌がられるので、あー、確かに。最近ちょっと乗りづらいなっていうのはありますね。メールの方に戻りたいと思います。はい。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、陸海空さん、こんばん、サッチー。はい、こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、自転車。小学生の頃、自転車を持ってましたよ。ジップの自転車でした。ジップで当たってるね、これね。ジープじゃない？ジープの自転車でした。自転車自体はブレーキが壊れて乗れなくなり手放しました。それきり自転車を買っておらず、久しぶりに自分の自転車を買ってサイクリングとかしたいですね。子供の頃は両親に連れられて、合わせの総合運動公園に出かけて、自転車をレンタルしてサイクリングしましたよ。久しぶりに自転車乗りたいですね。一層シンプルにカゴ付きのママチャリでもいいですって来てます。
え、私が買えと。私、結構、マウンテンバイクも乗ってたんだよね。考えてみたら今。ママチャリも乗ってたけど。ここぐらい？ここの時は、歩いてた。歩いてた。うん。ここは自転車走行はしなかった。歩いてだって20分ぐらいの距離だったので。うん。うん。僕は自転車で行ってました。おお。あの、めちゃくちゃでかいキャリング用のカバンをリュックとして背負って。はいはいはい。だからトレーニングでしたね。足腰強くなりました。確かに。ね、さっきあの、陸海空さんから LINE で送ってもらった、この、見せますけど、これ。あの、ラジオの皆さんにはちょっと伝わらないんですが、自分でこれは改造したんですかね？そうですね。昔から改造好きでしたね。免許がないので。うん。でもよくこんなんできるよね。自転車も結構できますよ。結構できる。できるんだ。はい。私はね、お父さんとかが大反対だったからな、こういう改造とかそういう系統は。やったことすらないし、あの、地域が地域なんでしょうね。こういう自転車ってあんまり見なかったんですよ。うん。僕は見た目を改造するっていうよりも、はい、あの、例えば光るバルブに変えるとか、なんかちょっと少しだけいいグレードのものに付け替えるとか、はいはいはい、そういった改造ばっかりしてました。お、見た目的には普通なんですけど、はいはいはい、なるほど。夜になったら横から見てホイールが、ま、丸く光ってる。あれはあったな、あの、ホイールのところに、あの、チェーリング、はい、をつけてっていうのは、あった記憶がある。ありましたね。うん。覚えてる？リックさん。あの、音がうるさいのでしょ？そう、カッチャ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 うるさいの。俺、プーカーボール はめたね。あ、プーカーボール懐かしい。見ましたね。どこまで読んだかな、キャス。ヤンポーさん。俺の中学の先輩で、自転車のハンドルが U 字型でしたよって。あ、アップハン、はいはい、アップハン。ありましたね。僕もやりすぎて、片っぽ折れて、片っぽだけで運転してますね。怖い、怖い。どうしようかな。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。一緒発表しておきましょうか、はい。はい。来週のテーマは、お父さんの嫌いなところ。あ、好きなところじゃなくて。好きなところじゃありません。今回はちょっと嫌いなところで行きたいと思います。あれいっぱい来るはずよ。話せないな。っていうのも、オンエアの16日がちょうど父の日っていうことなんで、はい、今回はちょっと好きなところじゃなくて、あえて嫌いなところ、はい、嫌いなところだったらみんないっぱいあるだろうということで。本気で嫌いっていうか、チャーミングですよね。そうです、そうです、はい。本気で嫌いとかじゃないですよ。はい、もう、あ、こういうとこ嫌いなんだよ、はははぐらいのね。そうそうそう、笑えるぐらいの方がちょうどいい。はい、本気で憎いの送らないでください。読めないで。読めないですよ。ヤンポさん、U 字型ハンドルはって。俺の中学の先輩はハンドル U 字型でした。あ、ない。ない！そもそも高校2年の時に亡くなりました。あ、なるほど。ヤンポーさんのお父さんは高校2年生の時に、お亡くなりになったってことですね。僕の父は2歳の時に亡くなりました。2歳！じゃあもう全然わからないってこと。僕は多少思い出あるんですけどね。ああ。弟妹は全くわからないです。あらまあ。カープボーイさん。娘とか奥さんとかがたくさんあるんじゃない？お父さんの嫌いなところって笑いってきてます。確かに。確かに女の子とかだったらね、ありそうだよね。うん、ね、いっぱい、うんうんうん、いっぱいありそう。パンツ一丁で歩くなとかね。すぐ平国なとか。来週いっぱい話そうかな。私もお父さんの嫌いなとこいっぱいあった。そうですよ。これ以上話したらネタ切れになる、ね。ネタ切れになる。はい、読んでないところ。カープボーイさん、僕も DMX でハンドルがくるくる回っていったような作っていて、ステップとかもつけてってきてますね。本格的じゃないですか。本格的。DMX で何してたんですか？僕も友達が持ってたんで、ちょっと遊ばしてもらったりとかしてたんですけど。はいはいはい。楽しいんですよ。
くるくる回ったりとか、はいはいはい、フロントに移って、持ち上げたりとか、いろいろできるんで、はいはいはい、一輪車に乗ってるような感覚ですね。おそろそろお時間ですか。あと1分あります。よし。武蔵さん来ております。サッチーさん、陸海空さん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。もう終わります。そうなんです。終わります。もう終わります。ヤンポさん、光源氏の T シャツ着ていた音でしたと来てます。そう。なおいっすね。なおい。沖縄大好きさん、チリンチリーンって自転車。そろそろ お時間ですね。そろそろ、はい。はい。お願いします。ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、はい、陸海空と、ミキさんのキャンでした。じゃあねー。じゃあねー。はぁ、やっぱお酒が入らんと喋れないな。見てください、これ、危険物。私がこれ貼りました。おー、めっちゃいい感じですね。なんかね、迷彩柄みたいになってなんせあのヒープホップもこっちにあるっていうね。おー、おしゃん、いいっすね。なぜかオリジンもあるっていうね。ね。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次の準備があるので、はい。ここで締めたいと思います。はい、ありがとうございます。またねー。バイバーイ。